ストーンズジェシー、綾瀬はるかとの順調交際の裏で起きていた謎の体調不良の天末、ストーンズクイズ24。ジュニア時代からセンターとしてストーンズを引っ張ってきたジェシー。普段はおちゃらけてばかりだが、グループを思う気持ちは人一,一倍強い。今回はそんなジェシーのエピソードからクイズを作ってみた。ファンなら全部わかるはず。 答えは次のページで。門湾7月25日、綾瀬はるかとの熱愛を報じられたジェシー。ジェシーは仲良くさせていただいております。ズドンと自身の決めセリフ付きでコメントしたが、ネット上でファン舐めすぎ、などと物議を醸した。この件については芸能界からも様々な声が出ていて、 シモフリ星城、ソシナは29日に更新した自身の YouTube で、必要にバッシングする一部のファンに対し、お前らファンちゃうぞ、と苦言。さらに、ジェシーの表でのパフォーマンスだけ押せ、間違えんな、と釘を刺した。に入る漢字3文字はモンツ熱愛報道が出た2日後、7月27日放送のラジオ番組。 ストーンズのオールナイト日本サタデースペシャル日本放送にジェシーが出演した際謎の体調不良で病院に駆け込んだと田中樹里に明かした異変を感じたのはトレーニングのためにタンパク質を意識したメニューの食事をした後で2から3時間後にレイレイの状態だったというレイレイに入るお腹状態は何モンスリー7月5日ストーンズの YouTube で 大人げシリーズ企画。誰が買ったプレゼントか当てたらもらえるのジェシー編を更新。メンバーはライフスタイルショップのプラザを訪れると制限時間10分。予算5000円以内でジェシーの誕生日プレゼントを選ぶことに。田中樹はジェシーはが好き。京本大河はジェシーと言ったら帽子じゃない森本慎太郎は折りたたみ傘とか嬉しかったりする。 松村北斗は、今、ダイエット中だから、高知優吾は、無難な白ティーなどと言って選んでいた。に入るファンシーなものは何モンワンの答えは、距離感。また、有吉ゼミ、日本テレビ系のリフォーム企画で、ジェシーと弟子と師匠のような関係の広ロは、7月28日放送のワイドナショー、フジテレビ系に出演した際、 本人から報告はなかったと明かした。また、ズドンというコメントには、彼らはプロアイドルだから。あいつのコメントっぽいなと思うと理解を示しつつも、個人事務所として出しているから、フィルターは本当はあった方が俺はいいと思うよ、と語っていた。モンツーズの答えは、満腹の状態。食べたのは出前のサラダチキンとカレーのスープなどで。 ジェシーは時間が経ってもお腹いっぱいの状態で、おかしいな。俺こんな食べたっけと思いつつ睡眠をとった。しかし、起きたらまだ5分前に食べたような感覚で、ちょっと体調悪いと気づいた時には、吐き気まであったと介護。その後、病院で点滴を打ってもらって体調は改善したが1時間後に謎の痛みが発生し、再び病院に駆け込んだと語っていた。 検査の結果、異常は見られず、痛みも収まったようだ。モンスリーの答えは、ぬいぐるみ。ジェシーは3つ連続で田中樹里だと回答したが、すべて外れ。最後に残った赤いビニールバッグと手紙などが入ったプレゼントを、ジェシーのことをちゃんと見てるけど適当な人、というヒントで、コーチ優ゴからだと当ててゲットしていた。ちなみに、 高知編の時に唯一当てたのはジェシーのプレゼントだった。熱意合い発覚に一部ファンからの批判が巻き起こった直後、ジェシーはほぼ毎日更新していた有料会員制ブログを更新しなかったが、それだけで怒るファンもいた。謎の体調不良になり、ジェシーは大変な時期を過ごしたようだ。ジェシーのインスタグラムは7月19日で投稿が止まっている。 また爆笑者の投稿を見たいものだ。